さあ、続いての試合、ここから準決ですね。見ていきましょう。フモアラクネ対リオリウス、互いに、かけられリリウスとアラクネのトッププレイヤー同士の対決ということで、こんなカードが見れるとは今日はなかなかいい日だと思います。さあ、やはり初手はリリウス、多分これ若干立ち回りはアラクネがなんかきつそうな気がするんですが、どうなんでしょう実際のところ。さあ、ゴリゴリ攻める両レリウス。さあ、両さんすごい動けてますね。とてもさっきまでテルミ使ってワーキャー騒いでた人間と同じとは思えない。6射 6D かヒーラー塗る。さあ、バーミューは走ってぶん殴りに行く。走って、これは中段崩れになってしまった。ジャンプ B 移動が、さあ、ラクネ側何か通したい、何か通せば目があるぞ。しかし完封されると辛いのがアラクネの悲しいところ。こうやって崩れしまうとどうにもならない。さあ、切り、しかしルギア、ルギア、さあ後ろから母ちゃんが襲いかかってくる。トリワシャワシャ、トリトリシャリン、ラッキャン、ここでマスオ、さすがにラクインがついたらやばいと判断したが、これはここで押し切ってしまいたいところ。しかしF インバース切り返して、これは一発ラクインルート始まってしまう。形勢は一気にアラクネ側に傾いてしまうが、リオレルスここは非常に根性でガードしている。しかしゲージが足りず、ニューシー吹っ飛ばして、さあどうなる、時間が気になるぞ。さあ、ここは温存、非常に熱い展開の第1ラウンドを制したのはリオレリウス。さらにあの開幕、私も母ちゃんを先行させる立ち回りを徹底しているリオレリウス側。逃げからどうしてロイヤー1500、結構キリのいいダメージからしっかりつないで、アラクネ側にバーソクを。さあ、キリ転移、妊娠ロクリーパーミュー当たらず、キリ上空、母ちゃん無理よ、通り、しかしジャンプ B が強い、タッチ B から追いかけるレリウス、しっかり確認して、このままでいったら、ここはつなぎです、ラクインスタート、こうなると、あー、ラクネは一気に形勢は良くなってくるが、おお、それ読んだのにっていう潰れ方しましたね。さあ、わしゃわしゃ、わしゃわしゃ、最後のタック、どうしてしまうとラクインだぞ。バースを使って逃げていく、ガチャ、これはいい当たり方してしまう、残らないぞ。さあ、勝ったのは料理ニュース、おめでとうございます。さあ、準決勝第2試合見ていきましょう。8プラチナ対テルシルシテルミ。今日ね、8シーさん、ここまで、1回戦ここの、で、確かに3回戦ぐらいで、カグラとやって、で、ここでテルミと、新キャラ踏み抜いてきてるんで、ここは全員ぶちのめして、気持ちよく決勝まで行きたいが、相手は結構強いぞ、このテルミ。さあ、すげえ読み合いが発生している。バット捨てて、フライパンゲット、冷静にタッチパン、しかしそうなると下段が生きてくる。ここはシマイブさん、メッセンガーしっかり拾い切って、さあ、キャラゲンがよく分かっていない。しかしフライパンはしっかりガードして、ゴールディジャガク、ジャガクがラピッドキャンセルからすぐ加速、レッセンガーガレン撃2回踏んで、ロークビーベベベベベンからフライパンとかっちゃう。タッチに変わった人、これバスト、タッチに着く、攻め継続から 2D ハッピーマイカはしっかり押し置き踏み潰して、ゲージもたまるが 2B でフィニッシュ。さあ、まずは1本取ったのはシルミ、ロケーロケー、再三にわたって上を見ている、上を見ているっつって空振ってるってことは結局上見れてないってことなんじゃないの。さあ、爆弾も冷静にガード、ここで1個して
ラビットキャンセルに、ここはバーソン、八村ちゃんは結構早い段階で使わされてしまったが、マミさん、壁番号 C、メロディー、ケツ546、いろいろあってバット。ネッパっていうか、前転はしっかり刈り取って、まだまだプラチナターン、画面端で続いている状況ですが、そういうネタだった、しかし、このミス、マミさんから、うわー、いろいろ、噛み合わないぞ、しかし、ドリブサリーヒット。ベルシャ、ロクシー、ベルシャ、メロディーか。これ、ジャグくん、すげえ勢いで、パチパンを擦る。プラチナはマミサギだから、ラップキャン込みのこの下段。取り返す、ハチシブラちゃん、ファイナルラウンド。坂山くん、さあ、上をものすごい勢いでカットでいくテルミ。ボディーから、これは取れてない。プラチナ、相手も装填、しかし6試合、ラップキャンセル、これは受け身が取れない。距離飛ばして、ジャグ、いろいろ印、テルミ側が美味しい状況だが、ここで画面足を追い込んでるのはプラチナ。マミさん、ドリブサリー、この浮き詰め、8番で2位で暴れてる。バットホームラン、バレンティン。さあ、ホームラン、ホームラン。ドミサリアイテム装填、これはうまい感じ、プレゼントが引っかかってしまって西は当たらない。しかしこれが暴れ潰しになっておいしくいただいて、まだ残る、どうする、ベコって最後はドンキでの一撃でしたね。アーチェプラチナの勝利です。じゃあ3決不毛楽で対シルミ、さあ3月です、見ていきましょう。フモアラクネ対、シュルシュレミ、この組み合わせは結構確かで因縁の組み合わせでしたね。シュルシさんが、稼働初期、コンバージョン稼働初期に、完全にフモさんを自分のお金で遊ばせてあげるゲームみたいになってたんで、この大会という場面で強くなったことをアピールしたい。だがもう楽品がついてしまって、あわや大惨事。雪かき、上り中段は稼働していたが、これはビームシがうまいこと引っかかってしまって、ゴーディーからパミュー、そしてヒラヌル、巻いて、これがきつい、そしてシャグぐらい、シャグぐらいっていうか、クーぐらいか、一緒にしてテルミの体力がなくなってしまうようなこの立ち上がり、水引きもうざい、なんとかしたい。ロクシーで思い切ってぶっ込んで様子を見て、ED はしっかり飛んで出てきたのは追尾切り、なかなか効きもよろしいぞ。テレビ側ゲージもない、しかしガードが硬い、無理でした。さすがにレボン2、さあ第2ラウンドを見ていきましょう。開幕荒くれが包む、しかしこれは楽インコンボにはいけない。とりあえず平塗るぶつけて、しかし画面端早い段階で追い詰められてしまった。しかしテルミアダッシュが早いのでくぐることも結構簡単。ロクシェン半角わしゃわしゃしてプリンで対空、楽園佐藤西、痛い、補正を切って下段で崩して、さあどうする、追い込まれたテルミ、なんとかしたい、なんとかしたい、どうにもならない、リバース、フモアラクで3位です。おめでとう。さあ決勝ですね、見ていきましょう。ここまで新キャラをバットバットと投げ倒して、ここまで登ってきたハチプラチナ対、順当に実力通りの動きを見せつけている両レリウス、勝つのはどっちか、かよく早い段階でハチプラチナがこれバースを使う展開。さあこれガチャが耐えてレリウス側にターンを潜っていく、
さあ、チジュプラチュラもう一応アイテムは装填しているので、これをうまいこと使って立ち回っていきたいところ。しかし、このクンナイクジャンプ B が強い。そこからエリアに持ってて、ロイガーライヤー。さあ、レイニュースの波状攻撃が止まらない。さあ、ここでしっかり中段からクラッシュトリガーを交えてここでフィニッシュ。先にマッチポイントをかけていくのは両レイニュース。レニアドー回復が投げからの結構いいダメージ、3000も取れれば十分。そしてハッピーマイクがしっかり対策している。あっちばらちゃん、これはバースト使わざるを得ない状況。追い込まれてしまって、このクンタイクはプラチナ側が制御して、さあ持ってるアイテムはニャンコビグラム使って、さあプラチナはここはこのチャンス逃したくない。スノーロームうまいこと使って崩して、マミさあ壁バンドリムサリー、この中で抜ける。しっかりしてません。しっかり飛んでターンはレディウスに傾くのが投げ式を誘っての母ちゃん。ガードレイス、ロイヤーロイヤー、さあどうなる、しまって投げにガキャン。さあ土やばれ、えげつない。しかしこのミス、そしてお母ちゃんいないが逃げた。一空がうますぎる、無駄な時間を使ってしまった。謝罪の言葉が。さあというわけで、本日の優勝は両レリウスです。おめでとうございます。イエーイ。魂と体の定着は不完全のようだな。じゃあ両さん、なんか一言お願いします。なるほど、最後本当ごめんなさい。えんやで。さあ今日もね、珍しい人いっぱいで盛り上がりましたね。嬉しいことです。で、あとね、まあ、僕の方から軽い告知なんですけど、今週の日曜に行われる、オンラインゴッツひろゆき杯決勝大会の方にも、解説でお呼ばれしてきたので、皆さんよかったらちゃんと325ポイント払ってご視聴ください。お願いします。というわけでお疲れ様でした。